ちょっと円安についてお聞きしたくて、ちょっと円安どうにかなりませんか。ありがとうございます、令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからのご質問に山本がお答えをするということをやっております。で、最終マイクを握っていただいた方ありがとうございます。現在カナダに住まわれてて、今少し里帰りということですか。ということは、例えばですけれども、お家の方からの仕送りもあったりとか、でもその時には円で、でそれを向こうで両替すると、とてつもなくそのお金の価値がなんでこんなに目減りすんのっていうぐらいのびっくり、これまで通りの生活なんかできない、円安だせいだと、これなんとかできないのかっていうお話だと思います。ありがとうございます。円安円高どっちがいいんですかって言われた時に、どっちがいいっていうのははっきり言えば間違ってます。どっちがいいってことはないんですよ。両方とも行き過ぎてるのはまずいと。円安にもメリットデメリット、円高にもメリットデメリットがあるってこと、その円安円高の程度具合によってそれは状況は変わっていくんだろうと。じゃあまず円安を止めるためには何が必要かってことに対して結論を言います。その先に説明をさせてください。結論は日本の景気を上げるしかないです。どうしてかというと、円安という部分はこれ日米の金利差、アメリカと日本の金利の差、もっと言うなら日本とアメリカの景気の差というのが大きく関与するわけですよ。日本はどうなってますかってことですけど、冒頭から言ってる通り30年以上不況が続く国なんです。そこにコロナで物価高だから、金利もむちゃくちゃ低かったでしょ今まで。ここまで金利が低いっていうのは何かって言ったら、この国の経済っていうのが、まあなんだろうな、まだ余地がある、お金をどんどん出せる余地があるよっていう、これサインでもあるんですけど、政府はなかなかみんなに対してのお金を出すってことはやってこなかった。話戻ります。この円安というものの是正、円安も勘弁してくれ、もうちょっと為替なんとかならんかっていうことの根本的な解決を望むならば、この日米の金利差、景気の差を縮めるために日本の経済の底上げをちゃんとやっていくっていうことがなされなければ意味がありません。一時的に介入をして為替で、国のお金を使って買い上げるとかやっても意味がないんですよ。意味がないとは言わない、一時的には変動はするが根本的解決にはなってないってことです。で、解決策としては日米の金利差、景気の差を埋めるために、これを日本の経済をちゃんと底上げする、30年奪われてきた日本の景気をこれちゃんと立て直すってことをやらないと安定しないです。じゃあスタートに戻ります。この円安円高どっちがいいのみたいな極端な議論がありますけれども、両方にプラスマイナスがあるってことをまず皆さんともう一度共有したいと思います。令和新選組代表山本太郎と申します。円安円高のメリットデメリットということでございます。はい、まずご理解いただきたいというか思い出していただきたいのは、私たちっていうのは物を買うという消費者であるという存在ですよね。一人一人が消費者、みんな消費者。でも一方でそれと同時に生産者、物を作る、サービスを提供するなどの生産者、労働者という側面も持ってるってことです。二つの顔があるっていうのが一般的だってことなんですね。はい、こっからです。それぞれの立ち位置によって円高円安のメリットデメリットは変わってきます。例えばですけれど、表にするとこんな感じです。円高円安のメリット、私たちは消費者であると同時に生産者労働者でもあるんだよってことですね。ちょっと一つずつ見ていきます。こちら、例えば円高、今とは逆、円高ということに関するメリット、どんなメリットありますか。消費者は輸入品が安く買えるんですよ。今逆ですよね。消費者は円高の時に輸入品を安く買える、物価が下がりやすくなるっていうようなメリットがあるっていうのは確かなんです。はい、でデメリットの方、マイナスの部分は何かっていうと、生産者労働者という面から見てみると価格の競争力が弱くなっちゃうんですよ。物を買うとき、海外から来るものが安ければラッキー、このワイン安くなったとか、この食材安くなったってことで買いやすくなる、それは当然。一方で物を作っている者の立場、
生産者労働者っていう側から見たら、安い海外製品が大量に国内に流入すると国内での競争が成り立たなくなるんですよ。要は駆逐されてしまうってこと、下手をすればその産業自体が壊れてしまうってことにもつながるって話なんですね。だから円高一つを取って一つの方向から見て、これはメリットだっていう人にはご注意ください。メリットもデメリットもあるんだというお話でございます。で、円高のデメリット、価格競争力が国内において弱まってしまう、国産のですね産業の空洞化が起こっていく、これ過去の円高でそういうことが起こってきました。経済成長はしにくいです。基本円高という基調において日本は30年の不況が続いてます。それだけじゃない、雇用賃金も悪化する。円高円安どっちがいいんですか悪いんですかって割り切った話はできない、程度の問題っていうのが結論なんだけれども、円高、今円安だから円高を望みますって人多いんだけど、でも冷静に考えてこういう部分があるんだよというお話。消費者は輸入品が安く買えて物価が下がりやすくなる、だから円高はメリットなんだという消費者的視点。もう一つは生産者労働者の観点から見れば、輸入品が安くなり国内製品は不利になります。価格競争力が弱まる、産業の空洞化を変わる、結果雇用賃金が悪化する、円高はデメリットと言える。この生産者労働者っていう観点から日本は30年デフレだったんですよ。日本の景気の後退30年はこことリンクしてるんですね。さあ続いて、私たちは消費者であると同時に生産者労働者である。それぞれの立ち位置によって円高円安のメリットデメリットは違う。じゃあ円安のメリットって何なんですか。まさに今です。生産者労働者の立場からすれば外国との価格競争で有利になるんですよ。高く入ってくる海外のものよりも国内で安いものを作れたら、これはこの国内のシェアっていう部分を取っていける部分なんですね。産業の国内回帰が起こりやすくなる、円安ってことで今海外に出ていった企業戻ってきつつあるんですよね。そこに対してもっと後押しするような政策、それ国がやっていく、そういう必要あるんですよ。減税をしたりとか、それによって何が生まれるかって言ったら雇用が生まれますね。円高、そのデメリットによって国内が弱くなって海外に出ていったっていうようないろんな企業がある。それが今円安になって国内に戻ろうか、採算取れないな外国のままじゃってことを考え始めてる。そこに対して後押しをすることをすれば、国は雇用というものを生み出すことができるってことなんですね。それを手伝えるってことです。産業の国内回帰が起こりやすくなり、経済成長しやすくなり、雇用や賃金が改善する。で、円安のデメリット、まさに今どんなデメリットがありますか。消費者にとっては輸入品が高くなっちゃう、だから物価上昇起こりやすくなる。こういうことに対してまさに今円安の状況であるならば、特に海外から入ってくるものが高くなって、エネルギーとか皆さんの食料とかいろんなものの負担が増えてるんだったら、そこに対して国がちゃんと政策打つべきなんですよ。例えばどんな形で、減税、例えば社会保険料の減免、あと悪い物価高が収まるまでの給付金。だってこの円安の問題で消費者として被るデメリット、皆さんの経済的負担は個人や民間でどうにかできる話じゃないんですよ。これまでの国づくりっていうところにも大きな原因があるんです。どうしてかって、自活できるような国づくりしてないじゃないですか。食べ物海外から輸入に頼ってるでしょ。で、農業に携わる人たち高齢者が多いじゃないですか。若い人たちがそこに関われるような政策とも打ってこなかったんですよね、事実上。ある意味でこれは国の政策の失敗、それとこのような為替の大きな変動が重なっている部分だから、国がそこはちゃんと手当てをしていくべき。円安、それで受けるデメリットは減税、社会保険料の減免、他にも給付金などを合わせていきながら皆さんにちゃんと底上げをしていく、マイナスにならないようにしていくっていうのも経済政策なんです。はい、長くなって申し訳ない。円高円安のメリットデメリットあると言いましたけれども、ここを安定したもの、少なくとも今みたいな行き過ぎた円安にならないようにしていくためには何が必要ですか。これ為替介入が必要です。ごめんなさい、それ一時的な話、出来物ができたから軟膏を塗って終わりっていう話。出来物のその奥に、この出来物を作るその原因があるってところを治療していくしかないんですね。だとするならば日本とアメリカの景気の差、金利差、
これが日本側の金利が上がっていくということを実体経済を底上げしていきながら、つまりは景気を良くしていきながら縮めていって、為替にこれを影響させていくということ以外はない。何が言いたいか、もっと金出せ。それ以上でも以下でもないんです。そうしなきゃどうにもならない。